これさ、ね、よく見たらタコ足も入ってんだよ、ほら。え、これ変わってるの？お金かかってる。車好きのみんな、集合！一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車。現役の走り屋、GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。こんにちは、トラスト企画の花です。おめちゃんです。恐ろしい車が。花ちゃんダメだよこれ。なんでここにあるんですかこれ。ダメだよこの車は。私も分かってますよ。しかもこんな玄関前にこれ置いておいて、あのね、はい、アルファを取るって言ったら雨降りました。昨日超晴れてたのに嫌われてんなこれ。うわこれ花ちゃん、はい、なんですかこれ。これ兄くんが大嫌いな、うん、はい、アルファロメオ。アルファロメオじゃないですか。誰で買ってきたのこれ。ダメだってこの車は。持ってきたらさ、しかもなんかボロいよこれ。バンパー色違いますけど。これなんかほら揺れてるしバンパー。でもはなちゃんこれってさ、はい、アルファロメオのさ、はい、155ってやつじゃない。そうですよね。これ V6? V6? 初めて。え、マジで V6 ですか。だってあれじゃないですか、なんかこの車をきっかけに日本とかにも輸入されて有名になったみたいな車ですよね、うん、そうそうそう。この155は155ね、やっぱ僕的には DTM のイメージですよね。あ、なんか有名な、すっげえ有名なレーシングカーがあるのよ。ドイツのやつでしたっけ。そう、ドイツツーリングカーチャンピオンシップっていう、はい、ドイツのレースがあるんだけど、はい、それにね出て大活躍したんですよね。この155かっこいいんだ、レーシングカーの155。これはレーシングカーのやつじゃないですよね。いや、もしかしたらレーシングカーかもしれない。本当ですか。かっこいいってちょっと思う。いやほらバンパーの色違うしさ。ここかっこいいポイント。うわーすごいね、ちょっと一瞬見ましょう。見ましょう。うわー155だよって感じですか。すげー。レーシングカーも4ドアなんですか。レーシングカーも4ドア。うわーケツでかくないですか。ケツ高くね。そう、思ったね、話ちゃんの胸ぐらい。でかいし、高い。わあでもこのなんかちょっと角張ったデザインがね、うん、155の特徴ですよね。昔っぽいですよね。そうそう、これの後にさ、156っていうのがあるんだけど、156はもうちょっと丸っこくなってて、ちょっとイタリーな感じなんですけど。いやうわ実物初めて見たけど、はい、なんかやぼったいね。そうですね。ちょっと重そうな気がしますけど、なんかちょっとね分厚いよね。アルファロメオ幅がさ、ここの、そう、しかも4枚ドアですし。いやこれ誰が買ってきたんですか。まさかミー君じゃないですよね。ミー君ではないんですよ。あぶねー。これはですね、筑波店にいる沼っちが買い取りしたお車なんですけど。沼っち、ね、沼っちダメだってこれ買ってきたら。これ早くどっかにこう流さないと。ほんとほんとやばいことになっちゃう。これ入ってきた時ね、物議かもじましたよ。なんでですか。えっと思って、アルファじゃんと思って。そうですよね。あんなにほら過去の動画でさ散々言ってるのに挑戦してきて依頼来ちゃうっていう、いただくね、アルファロメオがいるんですよ中には。しかもなんとこの個人って個人のお客さんじゃなくて、うん、ショップさんから。ショップさんなんだ。ありがとうございます。買い取りの依頼が来て。ありがとうございます。相当すごい。ショップさんでも困るっていうね、処分に困ったのかな。うんうん。でも花ちゃんさ、はい、やっぱアルファロメオってイタリーじゃん。イタリーですね。イタ車でしょ、うん、女子イタ車好きじゃない。好きですよ。どうですかこの155のデザインは。これはね多分、うん、私の世代の子とかは、うん、そんなにときめかない。あ、そうなんだ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっと内装も見ましょう。内装見ましょう。ちょっと期待したいですね。はい、ね、内装やっぱイタ車だからさ。ちょっと向こうから見よう。おお。うん。って感じですね。あのね、
いたって普通あのあマニュアルじゃんこの車すごい。えマニュアルだ。五速マニュアルですね。ですね。うわあでも頑張って見つけ出すとしたらオシャーポイント。オシャーポイント。なんかここ木のウッド調なところ。あとほらこういうところウッド。うん。ウッド。このステアリングとかこれ純正ですもんね。純正ステアリングですね。へえ。ねこの車って平成何年式ですか？えこの車は90年代とかじゃないですか？そうだよね。の割にはおしゃれな気がしますね。そうですか。でもなんかだいぶアナロギーな。あでもこれすごくないですか？これ何これ？これはあのどこのドアが開いてるかを知らせてくれるランプだと思うんですよ。あとこの辺って警告灯っぽいね。うん。これがここにあるのはすごい。なんかこの警告灯のさ、はい、絵が日本のと違いますね。違いますね。だってさ、これ何？これ。これなんですか？ファン？バッテリー？なんだそれ。これはこれ。それもっとわかんない。これ何？どこの漏れを言ってるのか。注射器ですか？注射器。ポンプ。ポンプですか？ポンプ。これバッテリー？ iPhone のバッテリー。ああ確かにこれだけなんか見覚えある感じ。独特ですね。ねえなんかすごいすごいプラスチッキーだよ。この辺。これもねウッド調だけど結構プラスチッキー。あでここは本物のウッドだね。うん。これおしゃれ。ステアリングが。ステアリングちょっとかっこいいですね。好きだな。純正で。でエアバッグなのに。えでもさホームボタンがないよ花ちゃん。え？ほら押しても全然何も。え？でも板車って本の音とか人気なイメージですけど。ね本どこなのこれ？え？えこれ薄く書いてありますよここにトランペットみたいな。ラッパのマーク？ラッパのマーク。あ本当だ。ちょっと押してみて。そこにあんだ。いきますよ。はい。おお。この本の音って2回押したくなりません？うん、今ね、あのシチリアの風吹いたわ。ちょっとイタリー感じました。ちょっとパルマ感じた俺今。でも内装はまあ普通だね。そうですね。でもボタン類が多いですねやっぱり。本当だ。どこのボタンかわかんないけど。これ何この棒？どこの棒？これどこの棒なんだろうね。なるほど。で。これ左ハンドルですよね。当たり前でしょ。電車だもん。スッて乗ってるけど左ハン。でも右ハン仕様もあるんじゃないかな。ああ多分ね。でも今のアルファありますもんね普通に右ハンとかも、うん、あでもあの汚いねやっぱまあ古さは感じますね、うん、つうか普通に汚いわ。でもこの車普通にタクシーとかでもイタリアで使われてるらしいですよ、うん、あそうなんだ。商用車としてもじゃあ日本でいうカローラかな。いやそういうことか。立ち位置的にじゃないかな。わー分かりやすいですねそれは。これちなみにさ DTM に出てたレーシングカーは V6 の 2.5 リッターだったの。で V6 なのに1万2000回転ぐらい回すんすよ。 NA ですか？ NA もちろん。すっげーいい音だよ。それがもしかしたら積んでるのかも。これなんかボンネット形おかしいよね。でも普通純正じゃないのか。よいしょ。おあ V6 じゃないですね。直四でした。直四。じゃあもうこの車の価値はゼロですね。閉めんの早。閉めんの早。えでもさちょっと待って。どうしたんですか。これさなんかこの辺おかしくね。これ。自分でやった感じ。えなんか明らかにこの辺出っ張ってるけど。あ確かにこれ普通だったら収まってる、うん、えおかしいよこれ。え何これ。ショップさんだから自分でやった。えここにトヨタって書いてあるよ。ここにどこですか。ここ反対だけど、うん、これか。おう本当だトヨタってありますね逆に。えこれもしかして4スロー仕様なんじゃないの。え自分でやったってことですか、うん、え多分そうだよこれ。だってこの辺全部切ってあるもん。ほらこの辺とか。あもともとこういう形じゃなくて、うん、4AG の111とか101の4スローじゃないかな、これ。多分見る人見たらそうだってわかると思うけど。ちょっとコメントください。ねえ
多分トヨタの四スロだと思いますよ、これ。それをアルファロメオのエンジンに？いや初めて聞いた俺。びっくり。どういう意図で入れたんですかね。レスポンスなのかな。でもここのさ、デリバリーパイプウェーバーって書いてあるよ。ここ見て、ウェーバー、メイドインイタリーって書いてある。あ、これは純正。これは純正なのかな。もう全然わからないですね。来ましたね。これはレスポンスいいですね。よく見たらタコ足も入ってんだよ、ほら。え、これ変わってるの？お金かかってる。これなんか得体の知れないとんでもない車買ってきちゃったんじゃないですか、もしかして。意外と。でもさ、このリザーブタンクの色やばくないですか。これ中がとんでもない。おーサビーって感じ。なんなんだこの車は。やばいね。これでもあれなんでしょ、ショップさんが一から作ったみたいな。そうですね。なんかドンガラで買ってきて、うん、自分でいろいろ直したり改造したりってしてた車みたいです。多分一通りやって飽きちゃって売ったとか。飽きちゃったんじゃなくて処分に困ったんでしょ。とかっていう車ですね。まあ、こういう車を引き取るのはトラスト企画しかないって分かってたんだと思いますよ、きっと。まあ車とかブレーキとかブレンボだから、多分そういうところで。なるほどね。まあ部品もプラスしてって感じだと思いますよ。でもなんか155ってすっげえボディが弱いらしいんですよ。あー、らしいですよね。そうだから、なんかこうリアのドアをさ、こう開けたり閉めたりするとピラーが動く。わかる？動いてんの。ほら。わかりますかね。ほら、ギュイグイって動いてんの。ここね、グネグネしてる。グネグネしてるんですよね。あとなんか、つなぎ目とかにもクラックが入る。あ、シールね。シールか。とかからも、クラック入るんだ。クラックが入って。で、なんか窓ガラス飛ぶとかっていう話もあるよ。飛ぶ飛ぶとは。だってこれ普通に、あ、このレアらしいですよ。あ、サンルーフ。そう、サンルーフある。あ、ボディ弱いのにサンルーフだし、まあ、ちょっとツッコミどころが多いアルファロメオですね。だいぶ、まあ、ちょっと我々ね、まだあのディスり足りないかもしれないんですけど、はい、ミー君が出てきたら大変なことになると。またゴミ買ってきてみたいな。ちなみにこれ買い取りの値段っていくらだったんですか。これ結構、うん、いい値段で買ってきてた気がする。マジで？うん。そう、結局あのトヨタの4スロ入ってたりとか、うん、ブレンボとか入ってたから、うんうん、多分そこはちゃんと評価して買い取りしてきてるので。マジで？で、車体これだからこの値段っていうわけではないと思います。あ、なるほどね。ちゃんとポイントポイントを見て査定してるので、うん。俺怖いぞこの後、なんか続々とこれが入ってきて。え、それは怖すぎる。それで怖いぞ。それは怖すぎるな。だってアルファなんか壊れる車なんだからさ、壊れたから売っちゃうみたいな人いっぱい出てきそうで、僕はとっても怖いんですけど。しかも意外となんかめっちゃパーツ持ってる人とかいそうじゃないですか。いや、いるよ。前もいたもん、そういう人。トラックで来ましたもんね。トラックで来てたもん。いやー、でもね、まあトラスト企画はこういう車、うんうん、イタ車のこうなっちゃってるやつでも買いますし、実際今ちょっと今語弊があったな。語弊ありました。語弊があったな。買い取りというか、まあ引き取りですかね。引き取り可能です。引き取り可能ですし、あのアルファロメオ乗ってる方で、うん、うちのヤフオクとか見たことない方いたらあれなんですけど、うんうんうん、
トラスト企画アルファロメオって調べていただければパーツとかもね、うん、出てるので、トラスト企画アルファロメオで検索したら横にディスリって出てこない大丈夫Google とかで調べちゃうと出るのでそれはちょっとね心的に良くないので、あのヤフオクの方で検索してください、はい、Google はダメです、はい、まあ、一応フォローしておくと1号は名車だよっていうところだと思いますよとんでもないフォローですねでも今思ったのは、うん、状態のいい1号を見てみたいっていうのは本音ですね。これだけこういう車でもエンジン音これだけちょっと V6 です。 V6 か V6 のレースに出てた仕様と同じような、うん、あのエンジン音みたいですね。それはちょっと気になるので、はい、まあ勇気のある方ぜひ、うん、LINE の方 お待ちしております。そうですね、高年式アルファロメオ、あそれもちょっと見たいですね。どう進化してるのか気になるので、確かによろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。